スカルパクライミングシューズよりドラゴローボリュームについて説明しますハイエンドモデルとしてコンペーターをはじめ多くのクライマーに愛用されてきたドラゴですが足型が合わず履けない方もいらっしゃいましたヒールカップが絞られ全体的にタイトに作られたドラゴローボリューム完璧なヒット感が得られなかった女性やキッズの皆様の期待にもきっと応えてくれるでしょう 私自身も足型が合わずドラゴンが履けませんでしたがローボリュームはしししっかりと足にフィットしてくれました。後部分のボリュームが絞られたことによりしっかりと足にフィットし無駄なくつま先へと力が伝わるようになりました後継者での足を残すような動きであったり細かいスタンスで立ち込んでいく際その性能は発揮されます。 ヒールには新たなシステムが採用されており高い剛性とフィット感を生み出していますクライマーへホールドの感覚をダイレクトに伝えることでよりシビアなヒールが可能になっています実際に岩場やジムで使ってみた感想ですけど競傾者においてスカルパのラインナップの中では最高の完成度だと感じています従来のドラゴでは足型が合わず と考えられなかったクライマーには男女問わず一度試していただきたい一足となっておりますぜひドラゴシリーズの完成度を体感してみてください